初代ロドニー男爵、ジョージ・ロドニー海軍大将、ロドニー男爵は、グレートブリテン貴族の男爵七1782年に、ジョージ・ロドニー海軍大将が除されたのに始まる。王立海軍軍人のジョージ・ブリッジス・ロドニー、海軍大将は、1764年1月21日に、グレートブリテン準男爵位準男爵、1782年6月19日に、 グレートブリテン貴族サマセット州におけるロドニーストークのロドニー男爵に除された。その長男である二代男爵ジョージ・ロドニーはトーリー党の庶民委員議員を務めた。その次男である四代男爵トマス・ジェームズ・ロドニーは1805年に直居を得て母方の姓を加えたハーレー・ロドニーに改正しているが、彼には子供がなく、爵位は弟、 スペンサー・ロドニーが継承したのでこの改正は彼1代に終わっている。5代男爵スペンサーも子供なく死去し、老いのロバート・デネット・ロドニーが6代男爵位を継承した。以降彼の直系で継承されている。2016年現在の当時は11代、ロドニー男爵ジョン・ジョージ・ブリッジス・ロドニーである。ありがとうございます。